ミニフライパンストーブ、すごい可愛い。本当にこれは私が考えたらどうしようかな、いろいろできます。例えばパスタグラテンと、もう一度前みたいクレームブレー。今回はフリッタティーナ。フリッタティーナは卵焼きはみたいイタリアンスタイル。これもすごい簡単、やってください。今日は、ミニクコットのテーマ、いろいろのクレームミニクコットできます。ここのレストランは、デザート と、パスタグラテンと、スープ。今回は、考えたらアンティパスト、玉ねぎ、ロースト、このモッツァレラ、モッツァレラ。これはみんなできるから簡単で、見てください。シリーズの、四角のかわいい、ストーブです。両方の2つのレシピ考えたら、1つのパスタともう1つの海の幸のレシピは、海の幸が一番いいんでしょう。日本人大好きは、包み揚げの、魚。ここでは、簡単で選べます。どうぞ。Thank you.
ミニココット、今回はオーバーのミニココットは、デザートします。クレーマカタラン、まあ、フランス語はクレームブレー、イタリア語はクレーマカタラン。これもすごい簡単、どうぞやってください。